ちゃんのおもちゃ箱。コウちゃんこと四天王寺高です。皆様明けましておめでとうございます。マリちゃんこと酒井マリです。えーと十四日でまだ松の内というまだお正月気分が抜けない時ですよね。どうも本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。え今日は。 特別ゲストをお迎えしています、えー。金子ハリーさんです。では、ハリーさん、どうぞ <laughs> 久しぶりだな、地球の諸君。おはようは、えー、金子ハリーと申します。よろしくお願いします。明けまして、おめでとうございます。向こう来たか。はい、<laughs> はい、自己紹介、自己紹介。自己紹介。自己、え、金子ハリー、他に何か、何を言えとん何をあなたの趣味とか。<laughs> 女性の趣味とか。かお見合いみたいな感じですね。 ちょっと私たちに言うことないのえー、ああ、はい。えー、新年からね、綺麗なお二人に挟まれまして、ありがたい限りでございます。はい。待っていた言葉が出たところで、はい、今日は名作名言ということで、えー、ちょっと企画してみました。えー、まずは、こうちゃんの方にやっていただきましょう。まぶたの母、長谷川真 中へ入って、用があるんなら言っておくれ。聞くだけは聞こう。だが、長ったらしいことあたしは嫌いだ。断っておくよ。ごめん、公務にますでござんす。さあ、なんとか言わないのか用があって来たんだろへえ。 申しますでござんす。なんだよ。おかみさん、当たって砕ける心持ちで失礼なことをお尋ね申しとござんす。おかみさんはもしや足ぐらいの年頃の男の子を持った覚えはござんせんか。あ、おかみさんは覚えがあるんだ。顔に出たその驚きが、 ところは豪州カ田の氷、サメガイから南へ一里、すりはり峠の山の宿場で、バンバというところがござんす。そこの足は、バンバ塾なら知ってますとそれがどうしたというのだね。え沖縄屋中兵という、六代続いた旗小屋をご存知でござんすかああ、知っているだんか。私が若い時に、 片付いたことがある。お母さんなんだいこの人は変な真似をしれないごめんなさい。ぶしつけでござんした。お前さんは一体誰だね中太郎でござんす何を言うんだ中太郎だって私には 生き別れをした中太郎という子はあったが、今ではもう亡くなった。え、ねえ、ねえのでござんすか五つの時に縁が切れて二十四年、もうちょっとで満三十年だ。 その間、恩心不通で互いに生き死にさえ知らずにいた仲だから、そんな子はねえという気になっているのでござんすか縁は切れても血は繋がる。切って切れねえ親子の間は目には見えねえが結びついて、互いの一生離れやしねえ。あは、甲州万馬塾の沖長屋のせがれ、中太郎でござんす。おっ母さんお待ち。お待ち。お前さん。 よくバンバのことを知っているがいくら私にそんな話をしたってだめだよえなるほど私はバンバの沖長屋へ嫁に行き中太郎という子を産んだよその中太郎がしなよくお聞きと言うんだその子が5つになった時私は 沖永屋を出てしまったんだ。親父は、足が十二の時、わずらって死にましたが、あじかに聞いたわけではねえが、おっかさんが家を出なさる時、親父の身持ちが良くなかった、罪を親父にあったのだと、大きくなってから聞いておりやす。かわいい子があるのだもの。猿状を取りたくないのが本心だったが。 行きがかりが妙にこじれとうとうあたしは縁が切れた。そのあと続いて長い間江戸の空の下から豪衆はあっちの方かと朝に晩に見えもしない雲の下の番場の方を見て泣き暮らしたっけ。 いいつといえば散ったものも分からうに生みの母の面影を思い出そうと気ばかり流やるが顔にとんと覚えがねえ。なんてバカな生まれつきだと自分を悔やんで長い間雲をつかむと同じように手がかりなしで探している中に「お母さんあしも三時を起こしましてござんす」お黙り。お前は私の生みのことは違っているよ。 何をいい加減なことを言ってくるのだ。えち、違ってる。あしが中太郎じゃねえのでござんすか名前は中太郎かもしれないよ。生まれたところも豪州の万馬塾か知らないが。じゃあやっぱりあしはそばへ来るなずうずうしい奴だ。あたしのこの中太郎はね、九つの時、 流行り病で死んでしまったと聞いている。死んだこの年を数える親心で生きていたらあの子も今年32いや1だったとゆんべも夜中に目が覚めて思い出していたくらいだ。お前がいくら何と言っても生みの母のあたしが見て。 そうじゃないと思うのだもの。お帰り。さっさと帰った方が、ためなんだよ。九つの時に死にはぐったことは、まさに足も覚えています。死んだというのは間違いで、中太郎はこの通り生きています。そんな手で、這い込みはしないがいい。張い込み、そうか。 私をにもらいだと思うのでござんすかそれでなくてなんだい違う違いやす。ス銭金づくで名乗ってきたのじゃござんせしがねえ姿はしていても中太郎は不自由はしてねえのでござんす顔も知らねえ母親に縁があって巡り合って豊かに暮らしていればいいがもしひょっとして貧乏に苦しんででもいるのだったら 手土産代わりと心がけて何があっても手をつけず、この百両は長えいこと抱いてぬくめてきたのでございます。<laughs> 見れば立派な大所帯。使っている人の数もおびただしい料理ゃ屋の女主人におっかさんはなっているのかと。あーさっきからし安心していたが、ジェニーが溜まっているだけに何かにつけて用心深く、現在の 海の子を疑ってみる気になりてえのかお母さん、そりゃ恨みだ。あっしは恨みますよ。恨むのはこっちの方だ。娘を頼りに楽しみに、毎日毎日面白く暮らしているところへひょっくりと、とんでもない男が出てきて、死んだはずの中太郎が生きています。私ですと。お前、 家の中へ波風を立てに来たんだそ、そりゃひどいよ、お母さんまた、おっさんなんて言うのかおっさんにちげえねえのでござんすお前の心は分かっているよ。中太郎と名乗って出て、落とせ譲る水のの寝台に目をつけて、半分もらう、魂胆なんだええ、世間の表も裏も、 さんざん見てきたあたしに、そのくらいのことがわからないでどうするものか。おかみさん、もう一度、改めて、念をしますでござんす。豪州万馬軸の中太郎というものに、 覚えはねえんでござんすね。おかみさんのお身のこのうたらはあっしじゃねえとおっしゃるのでござんすね。そう。そうだよ。私には男の子があったけれど、もう死んだと聞いているし、この心の中でも長い間死んだと思ってきたのだから、今更その子が生き返ってきても、 嬉しいとは思えないんだよ。別れて、長え長え年月をべっこに暮らしてくると、こんなにまで双方の心に開きができるものか。親の心こ知らずとは、よく世間が言うやつだが、俺にはそのことわざが逆さまで、これほど慕うこの心が、親の心には通じねえのだ。 しゅうたろうさん、なんでござんすもし、あたしが母親だったら、お前さ、どうおしだそれを聞いてどうするんでござんすあしにはわかってる。おかみさんは今、穏やかに暮らしているのが楽しいのだ。その穏やかさ、楽しさに、水も油もさしてもらいたくねえ。 そうなんだ、わかったら。小三十年も前のことは、とうに忘れた夢なんだろう。親といい、子というものは、こんな風でいいものか。それほどよく特心しているのなら、立って親子と言わないで、早く帰って遅れでないか。近いものほど可愛くて。 遠く離れりゃ疎くなるのが人情なのか誰にしても女親は我が子思わずにいるものかねだがね我が子にもよりけりだ秀太郎さんお前さんも親を訪ねるのならなぜなぜかぎになっていないのだえ おかみさん、そのおさしずは自体すら、親に放られた小こがぐれたおかるは少し無理。仇になるのはおそまきでござんす。ヤクザとせいの古沼へ足もすねまで突っ込んで、洗ったってもうちちこねえ旅人癖がついてしまって、なんの今た仇になれよう。よしんば仇で辛抱したとて。 喜んでくれる人でもあることか。裸一貫たった人じゃござんせか。は <laughs> っ <laughs> <laughs> ママよ。身の置き所は六女予習の。どこといって決まりのねえ空の下を飛んで歩く旅人に逆戻り。 またたびわらじをすぐにもはこうか。長い間お邪魔でございました。それじゃあおかみさんごきげんよう。二度と中太郎は参りゃあしません。口を言うんじゃねえけれど、夫婦は二世、親子は一世と誰が言い出したか身にしみら。 俊太郎さんお待ち女将さんには娘さんがあるらしいが一目開いてそれも愚痴か自分ばかりが勝手次第にああかこうかと夢を書いて母や妹を恋しがってもそっちとこっちは立つせがべっこう考えてみりゃ俺もバカよ 幼い時に別れた海の母は、こうまぶたの上下ぴったり合わせ、思い出しや絵で描くように見えていたものを、わざわざ骨を折って消してしまった。小みさん、ごめんなさいな。は今のところで終わり ああまだ続いてるんですけど、長くなっちゃうんで。うん、うん、長いね。<laughs> <laughs> あの、えっ、ーえー、と、これは、新国劇のまぶたの母。そうですね。あの、長谷川慎先生がお書きになって、まあ、新国劇がよくやられて、私、ちょっと、もう今お亡くなりになった小林十四郎さんから、少し20代の頃、手ほどきされたんですけど、まあ、20代でね、このお浜をやれっていうのは難しかったんですけど、 今、ちょっとだけ年取ったんで分かります、うん。あの、歌謡曲のまぶたの母とは全然違うもん。いや、同じです。あれはこの<じ>話から、あの歌を作ったみたいですよ。シンパ、シンコク劇って、割とその名場面っていうか、名ゼルフっていうのがありますよね。だいたいあの、歌舞伎とか、そういうものに対抗して、新しい。まあ、新劇もそうなんだけど、シンコク劇もシンパク劇、ねうん。シンパっていうのは、新しい劇を作るので、 新しい劇ということで何か進化っていうのをなんか作られたみたいですね。うん、急激に対抗して進化っていう形よね。ねまあえー、まあでも今の人たちにしてみればその芯がつくものも全部古くはなっちゃってるわけですよね。ううね <laughs> もう進撃って言ってもどこが進撃みたいなね <laughs> ふに言われちゃったりなんかして。じゃあそれに対抗するのはハリーさん。 落語しかなは古くからあって皆さんにね, <laughs> ね非常にこう今でもいまだ,、ね、だに語り継がれてるっていうのがあるんで、はい、まあお正月というのでおめでたいお話おめでたいお話、はい、まあこれはもうねよくやられるううそうですね,ですねお正月といえばこの話は結構少し、ま、で語られてるんですね、はい、じゃあ落語一、はい、節 やっていただきましょうか、えー、私も参加しますけれども,も私も参加します <laughs>、はい、じゃあどうぞ、はいえー、じゃあ落語の担ぎ屋 <music>、えー、誰でも物語はめでたいのがいいに決まっております どうこうして縁起を担ぐ方を俗に担ぎ屋と申します。ある担ぎ屋がお正月に縁起を担いだというお話で、昔は正月元日と二日の酔いに、 七福神の乗っている宝船の一枚釣りの絵を売り歩くという習慣がありました。あの、これってさ、はい、一富士二鷹三なすび。これ、あの、初夢の時にこう、枕の下に引く紙なのかなそうですね。あと、なんか、宝船の絵とか、うん、あと、悪い夢を食べてくれる幕の絵とかを、ね、うん、枕の下に敷いて昔は寝たりしてたみたいですけどね。<ー>はい。そうなんだ。 うーんじゃあ、ちょっとその、この担ぎ屋の方の本文に入っていきましょうか。はい、うん、はいどうぞ。さて、旦那にこの船屋さんと呼ばれる紙売りを呼んでこいと言われた番頭さん。おいおいおい、えー、船屋さんあ船屋さんへお呼びで。船屋さん、宝船は一枚いくらだい一枚。 指紋でございますあ。いや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 、その指紋はいけないんだ。<う>実はな、その角を曲がると二軒目の呉服屋なんだが、旦那が大層な担ぎ屋で、さっきも他の花屋さんからモンと聞いたら、私はしの字が嫌いだ死ぬ しくじるなどと言って、縁起が悪い<お>年明けから、弦が悪いと体操機嫌が悪くなってしまわれてな追い返してしまった。なるほど。で、縁起直しということで来てもらいたいんだが、指紋と言わずに、何か他に言いようがないかいそれでは、五問とか六問とか言うのはいかがでしょう<笑><笑>よくばっちゃいけないよ。他に何とかうん、では、 余問というのはいかがでしょうか余問か。うーん、結構結構。そういう具合に万事、遠慮くやってくれ。うまくいけば、たくさん買うからね。ありがとうございます。それじゃあ早速、異性よく伺います。えー、お宝、お宝、大当たりのお宝、お宝。

嬉しいねえよ、本当は。それじゃあ、たくさんいただくか。どのくらいあるへへ、<laughs> 旦那様のご寿命の数ほどございます。何私の寿命の数ほどうーん、どのくらいだね。千枚ほどでございます。何千枚うーん、私の寿命は千年かい。<え> <laughs> カメ <laughs> と同じ千年か。嬉しいねえ。それを人に買われるのは寿命が縮まるみたいで嫌だから。ああ、あ,あみんな買うよ。ああさあ、これは宝船の、代大金だ。これだ、もう。船屋さん、これだけ買えばもう飽きないはしなくていいんだろ 打ち上がって、一杯飲んでいかないかい,いどうもありがとうございます。それでは、つるつるっと上がらせていただきます。いや、また嬉しいね。つるつる謎とは。ささささ、祝ってくださいよ。いい。私、担当は頂戴しませんが、亀のこのようにいただきます。もう、<laughs> 嬉しいね。 仮面の子の料理だってさささグググググって言ってくれええ旦那様これはまた結構なおせち料理でございますなでは一つ縁起がいいところで数の子子宝数かかめでたく豆に田作り米蔵一杯小金の金んとん 喜んぶ巻きにめでたさ重なるご0言う。ことがいちいち嬉しいな。<laughs> <laughs> 旦那様、<laughs> お宅様には七福神がお揃いでおめでたいですな。<ん> <laughs> 一福人が揃ってるもう嬉しいこと言ってくれるね。どこに揃ってるんだいええ。まず、旦那様がいつもニコニコエビス顔で、エビス様でございます。ああああうん、がエビ寿様なんぞは嬉しいね。はい、これは、エビスチンだ。よいしょと。<laughs> ありがとうございます。それから、 あちらに先ほどちらりと見えました、お綺麗なお方は。ん<え>んんほほ、<laughs> お嬢様で。はあ、美しい。あのお綺麗なお嬢様が、えー、弁天様と。はい、これで七福神揃いました。え、えー、なんだよ、おかしいじゃないか。私がエビスで、娘が弁天では、 まだ二服じゃないか。それが、どうして四服神だこちらのご商売が、五服屋さんでございます。おー <laughs> こんなめでたいお話でございましたね。<laughs> <い>え、まあね、こういうこう演技を担ぐっていう人はよくいますよね。ね ええ、あの、なんかね、ちょっと黒猫が通ったら嫌だと。これちょっと洋物ですけどね。こう、まあ日本でも黒猫は意味嫌われてんのかな結構前を横切ると嫌がる人ありますね。ねえ、だけど可愛いですよね。あの、ほら、いわあの、早おさんの。ああ、で女のね。そうそう。まあ黒猫は可愛いんだ。じじちゃんとか。ちゃんとか。なりましたけどね。まあその気分によってコロコロ、まあ人は変わるんでしょうけどね。ところで、あの、さっきの、あの、こうちゃんの。はい。 まぶたの歯どこが一番良かったのかな割とやっていただいたけどあやっぱりこれはね、あのー、お母さんと息子の物語で <laughs> あ,あ今ほらなんか子供赤ちゃん間違えてねやった事件があり<ー>、ね、ましたよねまあ親子っていうのは血のつながりだけじゃないですからね、うん、この後はね、うん、この後そのまあ妹が出てきて「あれお兄ちゃんじゃない」ってでもお前のために あ,のあんな身なりをしてるからこれを奪われと思ったから追い返したんだよ妹はそんなことないそうだねって2人を探しに行くんですよお兄ちゃんたち、うん、そしてお兄ちゃんは都政人なんで、うん、お兄ちゃんを狙ってたヤクザがいてまた桐ちゃんを殺しちゃうんですよ。それをまあ もうほら、親の元には戻れないっていうことで、うんうん、その時に、中太郎やーってお二人がこう探しに来るんです。その場面なんか知ってる、中太郎やーってこう呼ぶのがね、なんかそこのところがね、<う>トピックスみたいにこう言われるからね。そうそうそう,そうそうそう。で、まあ、中太郎も、あ、お父さん、あ、お父さんと <laughs> お母さんと妹が探しに来てくれた。 っていうことで、うん、まあ、お互いに合わないけれども、なんとなく親子の。心がね、通じ合った。はいはい、ああ。私ね、まあ、私は新劇上がりで来てるでしょで、まあ、文学座の女の一生っていうのを、まあ、やったわけですよね。で、その中で、まあ、文学座の、こう、なんていうのかなこう、こういうセリフが、えー、代表のものだみたいなのがちょっとあるんで、それをちょっと金子さんに手伝ってもらって、はい、ちょっと二つの、あの、 掛けけ合いいいいなんですすどやららしてもらいたいと思います森本薫作の「女の一生」から人間というやつは実によく間違いをするまるで間違いをするために何かするみたいだところであんたもその間違い組かねいいえそんなことはありません 誰が選んでくれたのでもない。自分で選んで歩き出した道ですもの。間違いと知ったら、自分で間違いでないようにしなくっちゃ。このね、えっ、ー、と、布引圭さんっていう主役の女の人のこのセリフがね、よく使われますよね。はいえー、もう一場面です。これは、あの、新年に向けての セリフとしていいかなと思って選んでみました。はい。では、いきます。はい、これはね、あ、そうだ、言い忘れました。<laughs> これはね、<laughs> あの、えー、女の一緒の最後のところでね、はい、えー、まあ、焼け野原になって、あの、東京がね、そういう時に、こう、二人がまた、あの、会うんですけれど、K さんと A 字さんが。はい、そこで、終わりの方で語られるセリフなんですね。私は、あの、若かりし頃。 なぜか若いのに、この、あら、イ治さんって、この、年寄りをやらされたんですよね。ちょっと年寄りじゃなくやりたいので、え、やらせてください。はい、はい。私は、私の体と心を支えていたものを、いっぺんにへし折られてしまったような気がします。何をしても無駄なような気もするし、 じっとしてはいられないような気もするし、本当は何が何だかわからなくなってしまっているのです。そいつはあなた一人だけのことじゃありません。この国全部が生まれて初めての大きな打撃によろめいているのですからね。しかし、それもいつかは収まるでしょう。 私たちみんなの努力でそうするほかないのです、うん。この見渡す限りの焼け跡に間もなく今までの日本とはまるで違った新しい何かが目を吹いてくるでしょう。人間の恨みよりもその新しい目の方に私は興味を感じています。<laughs> あ おしゃべりをしていて気がつかなかったが、夜が更けたせいか、急に寒くなったようですね。なんだかい知さん、すごく二枚目でやりましたね。二 <laughs> <laughs> 枚目ですから<わ><が>あが。いいですね。<ー>ラジオというのは顔が見えなくて、<laughs> 私もそれで力いっぱいやらせていただきました。<laughs> まあこんなで、えー、今日は皆さんに聞いていただきましたけど、<laughs> こうちゃんどうだったうん。 いいですね。3人ってね。まあ、男の人が入って、新しく。なんか、面白そうですよね。お邪魔じゃなかったですか大丈夫ですかああ、お邪魔。じゃ <laughs> うん、大丈夫よ。<laughs> とても楽しくやらせていただきました。<laughs> また次も遊びに来てくださいね。楽しみにしています。じゃあ、皆さん、1年の幕開け、私たちは、これが今年初めての放送なんですけれど、また本年も、よろしくお願いいたします。<music> 番組中のご案内は現在のものではありませんご了承くださいこうちゃんとまりちゃんのおもちゃ箱